こんにちは、こんばんは、ホビドワです。 The Evil Within サイコブレイク、ブレイス再開していきたいと思います。前回で例によって例のごとで弾を大量に消費して辛いという状況です。よろしくお願いします。よくある、よくある、大変よろしくないですね。ということでブレイス再開していこう。主人公の仲間は上の方でなんかバン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 やってるけど、気にせずちょっと探索。よし、何もないね、行こう。何もありゃしねえ。ということで上の方に行きましょう。進むぜ。お、待ち焦がれてる。待ちきれてたからな。あ、主人公の仲間がバンバンやってるわけじゃない。あ、これのせいだったのか。こいつをどかせねえかな。ダメだ、燃やすしかねえようだ。エレベーターに乗れと出ているな、これは。そんなことはいい。ここに何かないか見るんだ。手帳じゃないか。セバスチャンの手記。マイラと結婚して8ヶ月。2人の愛の結晶、それが君だよ、リリー。あと2ヶ月で君に会える。早く君の顔が見たい。ただ正直ちょっと不安だ。仕事では多くの危険に相乗り越えてきたが、自分が父親になるという現実はやはり慣れん。俺が生きている限り、すべてを捧げて君を愛し、守ることを誓う。この人生の新たなステージでも、俺は変わらないやり方で向き合いたいと思う。全身全霊をかけ、ベストを尽くす。お母さんとお父さんは君をとても愛しているから安心してほしい。時には厳しい世の中だけど、君を変えられる日が待ち遠しくてたまらないよ。嫌な予感しかしねえ。嫌な予感しかしねえぞ、あれ。お金が。お金ではないけど、厳密にはね。さて、一旦向こうへ戻ろうか。戻ろう。戻らずにはいられない。また写真を見ている感じか、主人公。大丈夫そうだな。さて、とりあえずアイテム回収しよう。ここのね、まさかこんなにすぐ消費することになるとは思ってもいなかった。2本ほどあるので1本使おう。今 HP の最大値上げようかなとちょっと思ったんだけど、後回しでいいだろう。鍵は持っていないんだ。そろそろ真面目にリソースなくなってきたから気をつけねえとな。看護婦さん。セーブ。このセーブデータを上書きしますか？喜んで。よし、行こう。2万ほど貯めて、このピストルのクリティカル発生率50%にしたいんだよね。それが終わってからいろいろとやってみよう。ここら辺は開けられないのか、本当に。開けられそうな気がするんだけどな。開けられたところ何もないんだろうけど。なんとかこいつをどかせることはできないのだろうか。燃やせと出ているな。よし、燃やそう。主人公引っ張ろうよ。そんなめんどくさいからって街で燃やすとかね。まるで俺のような。行こうぜ。行こうぜ、ブラザー。嫌な予感がするな。しかし、前回のラストのチェーンソーが非常に怖かったな。まさかまた出てくるとは思わなかったぜ。あいつ、序盤に出てきたやつとは違うのか？これ、序盤で主人公チェーンソーを持って追いかけてきたやつがいるじゃない。あいつって、主人公が最初の方で倒したチェーンソーとは別人なのかな？それが気になるんだよね。序盤の方で一回チェーンソーを持ってるやつ倒したんだけど。あとこれ、明らかに来ますよね、敵。ちょっといろいろ変えとくかな。フラッシュバン、これ2つあるし、これでいこう。あ、ダッシュできなくなってる。嫌な予感しかしない。Do you think Kidman is okay? キットマンは無事でしょうか？わからない。キットマンでも主人公がなんか、思い出しているときに出てくるんだよな。あれは一体。頑張れ、もう少しだ。ダッシュができない、相変わらず。開けたところっていうのが気に入らねえ。そしてこの橋みたいな長いところ。敵が大量に押し寄せてきて、それをなんとかさばいていくんじゃないだろうな。おう、弾頭台、まともな人。まともだった人。はい、オッケー、死亡。敵は2人で何とかしよう。待て、早まるな、ブルータス。トラップ。やってくれたな、やってくれたな、ブルタ。スライディングする主人公。危ない。敵は2体だ、頑張れ。
お前ならいける。殴る蹴る噛みつく、いろいろとやってみるんだ。いいね。あ、さらわれた人の数が増えた。アシュリー思い出すな。ジョゼフ。これあれですよね、スナイピングしろってことですよね。頑張ります。はい、間違えました。あれ、弾頭台に連れてく気か、あいつら。弾頭台の近くに来てからの方がいいかな、これ。一体、ジョゼフに当たらないのか、これ。OK。ジョゼフ。OK ではないですって言われそうだよね。大丈夫、ご心配なく。それならいいんだ。こちら貴重な弾薬2発も消費したからな。おお、あ、アグレッシブボーイだこいつ。なんてこったい。そこを渡ってください。断る。嘘だろ、そこ渡れとおっしゃる。ちょっとなぜかテンパってちょっと何をリロードしようかなと思ってるところなんですけど、まあいいや。ジョゼス大丈夫だった？なぜ助けたんです？自分がおかしくなることを分かってるってことか。やめるんだジョセフ。おかしくなってからお前を倒すが、その前に死ぬな。おかしくなるまではおとりになってもらうぞイケメン。わお、ホーリーシット。多くね、俺近くにいるよ結構。あ、近くの方じゃないな。援護行くぞ。もちろん喜んで。ああそういう意味で援護してってことね。オッケー。あいつはどこから来るの？おい、来てきた。うん、素晴らしい。あ、もう一人の方ダメだったね。はい、オッケー。ナイス。それ自分でナイスって言ったら世話ないね。はい、はい、オッケー。グッジョブグッジョブ。なんか頑張ってるよ俺。二人いけるか。はい、オッケー。燃やさずにはいられない。斧投げてきてるやつがいるんだけど、そいつが怖い。はい、オッケー。なんか都合よく当たってるんだよな。うまいこと当たってるのは別にいいんだけど。おお、もう相手のジョセフ。早くこっちです。喜んで。主人公貴重な弾薬が、まあイベントだけどね、きっと懐に必ず一発ぐらいは隠してるんだろう。危なくなったら言えよ。斧持ってるからな、今なら。リロード。こちらにしてと。この敵をしびれさせる方のボルトちょっとね使いづらいんだよね、場所によっては。燃やさないといけないから、こちらの所持しているマッチの量にもよるよね。蹴り込む。あれ？ああ、これ前に来たとこじゃないか。朝だとだいぶ違うね、形状が。違うような気がするだけだけどと思うけど。リロード。ピストルに変えて、斧は持ち歩こう。うん、前に来たとこだよね、これ。あ、違う？こんな像あったっけ？ザ・ウロ覚え。ほっと、アイテムは獲得していかないとな、取得していかないと。あ、やっぱ違うところみたいね。急ぎましょう。了解です。急いでアイテムか取得していきましょう。アイテム取らずにはいられない。おほ、こいつは素晴らしい。出すぎじゃない？アイテム大丈夫？これ爆弾仕掛けられてんだろ？だと思ったよ。
おい、主人公。おお、あれ最大 HP が上がるやつじゃないか。ただ主人公は一時的にちょっとおかしくなるやつ。絶対危ない薬かけてもいい。さすが市場だっただけあるな。あのジェルが置かれてるのはちょっとおかしいような気がしないでもないけど、まあそれはいいんだ。ジェルを密売してたんだろうか、俺には分からねえ。Father was a stern man, proud, and I thought intelligent. But he was also pious, a believer. Somehow he always supported the church, no matter what the newspaper said. He waved away the allegations as if they were infallible. The wretched, the vermin, the stern, all were taken in by that church. They were promised salvation and eternal life.But there's nothing they could promise that I couldn't take away. どういうことだ。違う違う違う。Father was a stern man, proud. ここに落ちている。これを。But he was also pious, a believer. Somehow he always supported the church, no matter what the newspaper said. もうちょい上でしょうか。He waved away the allegations as if they were infallible. The wretched.だいぶ弾薬が手に入ったな。ちょっと連続で弾薬を使用してしまう場所が多かったから、こう置かれてるんだろうか、それともこれから使用することになるのかな。それが気になるところだよね。なぜ食べ物と一緒におもむろに弾薬が置かれているんだ。一体このやつら何を考えてていいんだろう。ありがとう、助かったよ。他には何もなさそうだな。とりあえずは帰ろう。帰ろうってどこにっていう話だけどね。とりあえず住もうか。まだあるよ、まだ大量にあるよ。取らずにはいられない。これそろそろ弾薬の最大所持数を上げた方が良かったとか、そんな感じになるの。俺結構無駄に使ってるから満タンになることがないよね、弾薬のストックが基本的にならないよな。絵か。ああ、でも普通の絵だな。特にストーリーと関係してそうな感じではないな。こいつはいい。これでハープンボルトを大量に制作できるんじゃないのか。あれ、ボスとかで結構使うからな。といっても、先ほど出てきたチェーンソーなんかなんだけど、前回の最後でね、出てきたやつ。あれ、撃つ余裕なかったよね、ハープンボルト。引き絞るとかそういうレベルじゃなかったよな。あとは何もなさそうだな。とりあえず進もう。ここら辺のアイテム素通りしてしまったらかなり辛いだろうな、気づかずに。あの箱をね、壊せること気づいてなかったらかなり辛いところだよな。といっても序盤で教えられるけどね。あとはマッチが一向にたまらんな。墓だ。お墓だ、墓場だ。ジョゼフがかなり辛い感じになってない。This architecture seems straight out of the Middle Ages. Yeah, but there's electricity, elevators. This place can't be real. It's like jumbled up memories. まるで記憶を混ぜ合わせたかのような。多分それだって。っていうか本当にこんなところにいるのかな、主人公たち。なんかおかしくなってて、主人公だけが見てるとかじゃないよね。うん、走れないってことは何かイベントが起きるってことだね。大丈夫かブラザー。そろそろ爆弾をお前に仕掛けないといけないのだろうか。来たぞ。おかしい、大量に嫌がるぜ。Is this what it was like, Seb?
After the accident? 事故の後。I never put a gun to my head. No, of course not. Just quietly sank into a bottle. We can't all be perfect. It never affected my work. But hey, you read the IA report. You know I didn't report you because I was worried about your work, Sebastian. Ho ho. What else is there?We don't have time for this. I need my partner here. パートナーが必要だ。I'm counting on you. なんというイケメン。そして漂うセーブ音。取らずにやれない。地図の断片。地図の断片、久しぶりに出たな。大量に取り逃してるだろうな、これ。Find something? Maybe. It's all symbols. Some kind of cult? Could be useful. カルト教団か。おまさかのマックスになっている。一本打たずにはいられない。後ろでおもむろに注射を打つ主人公。町だ。町は助かる。ハンマーでかくね？あれ牛とか殺すようなやつじゃない？これ墓から抜け出したような跡があるな。やはりセーブポイントある。ただちょこっとお金が足りない。実はお金がちょっと足りないんだ。残念ながらな。一応来てセーブだけはしておこう。危ねえからな。こんにちは美人さん。銃弾そこそこだな。はいよっと。こんなものか。そこそこね、銃弾などが溜まったことがびっくりなんだよ。はい、OK。では行こう。こんなところに入れるか、俺は帰った。はい、蹴り込む。今なら抜けられそうだぞとか言ってたけど、本当に抜けられそうなの、主人公。あ、レスリーじゃないか。いつも叫んでるレスリーじゃないか。やめるんだ、ジョセフ。危険だ。お前、先に進むたびに何か起きる。銃を撃つ音がするってことはキットマンか。あ、そうだ。あ、レスリーを連れてってる。あの子でも怪しいんだよな。何か知ってそうだよね。もう一人レスリーだよね。あ、スナイパーライフル。そこから援護射撃するから進んでっていう、パターンかな、これ。俺の持ってるのと同じやつっぽいな。弾入ってんの？上から援護します。何発あるの？あ、壊れた。これでもうあそこに入れないのか。なんてこったい。なんてこったい。ちょっと待とうか。めっちゃ撃ってるな。あそこにいるわ。気づかなかった、気づかなかった。ごめんごめんごめん。これじゃねえ。はい、OK。あれ、ジョセフさんは全く彼を撃ってくれるという、そういう展開はないんですね。わかります。全くやる気ないんですね、レスリーさん。レスリーさんじゃない、ジョセフさん。いいんですよ、別に。別にいいんですよ。どこどこ、これ。奥の方。あ、奥の方だ。はい、行って戻るよ、みんな。行って戻るよ。戻ろうね。危ないからね。困った時の、困った時の、はい。はい、全く効果ない。打ち間違え。あいつに任せて全員ピリピリさせちゃダメなんだろうか。
大丈夫、主人公それ入って。大丈夫じゃないっぽいような気がするんだけど、大丈夫っぽいね、さすが主人公。しかし先ほどのライフルはやはりライフルだけあって HP を一応半分も持ってかれたよ。ジョセフ、そこから他のところ援護射撃できるの？できなくね？あ、一回通ったら戻れませんよってね。了解いたしました。行きますけどね、先に箱壊そうね。何もドロップしねえ。ちきしょう。ショットガン使ってねって言われたよね今。ショットガン台があるからショットガン使おう。一体何が来るのやら。チェーンソーを持った変態はやめろよ。あ、チェーンソーを持った変態ではないけど、うん、ちょっと予想外のやつが出たかな、これは。ちょっと予想外かな、これは。これでピリピリならないあなた。うん、思いっきり素通りしたね。これ当たったら死なない？これ当たったら死ぬよね、多分。え、どうやってすり抜けるのこいつ。無理じゃない？やってみるけど。ああ、できた、いけた。いけたぞ。素晴らしい。ちょっと待ってね。薬使おうね。あの、もう一つの薬を間違えて使ってしまったらアウトだな、これ。おっと。やばい。だよな。当たるよな、そりゃ。すり抜けられるか？すり抜けるしかない。これでハプンボルトをこちらにして、今がチャンスです、倒しましょう。どういうこと？こういうこと？はい、倒しました。え、もう一体いる？やばい。無理か、これで火をつけて。ダメだね。はい、オッケー。予定通り、予定通り。もう一本薬打つしかない。こいつ避ければよかったのかな。おっと、焦って使っちゃってるけど。あ、やばい、吹っ飛ばされた進行。そしてちょっとおもむろにハプンボルトを作成。するしかない。飛ばされるか？大丈夫だった。死んでくれねえか、そろそろ。死んでくれたね。もうさすがに出ないよね。くっそ、息止まりか。他のルートを探しましょう。馬の像のところで合流しましょう。はい、喜んで。はい、ゼロ。雑魚討伐用にこれが大量に残っているけど、いやー頑張った。ボス戦楽しい。ボス戦楽しいけどリソースを無駄に使ったような気がする。回復薬ゼロじゃないか。どうしよう。ハプンボルト用のやつちょっと作るか。さすがにゼロで歩くのは良くないだろう。こんな感じでとりあえず掘っていこうかな。 OK、 一応リロード。どれ使うかわからないけどこれにしとこう。 OK、 OK、 これが素通りしたのが痛かったな。はい、 OK、 これあれだよね、そろそろボス専用に通常の武器の威力を上げようよっていうことかな、多分それ。あ、お前だったのか。ブラザー、大丈夫か。墓地前、民家の手記、ウォルトへ。ドナーを取り戻しに行く。狼の庵に入る方法は分かった。彼女を生贄などさせない。ついてくるんじゃないぞ。ここにいて家族を守ってくれ。彼女を連れて帰る。ダニエル。
There was something about a horse in that house back there. Let me see what I wrote. ほほう。俺、入る前にここ探索したいんだ。やめろ、主人公。やめろ、主人公。探索したかった。したかったんだ、探索。強制的に連れてこられたイベントがあるんだろうな、なんかね。画面がアップになってるしね。なんかあるんだろうね。鍵持ってないよね。やばいぞ、割とマジでリソースが切れかけている。こんにちは。これでちょっと強化をしに行こうか。やっと2万ちょっとただまっているので、というか5000も多いね。ピストルのクリティカル率を最大にしてしよう。と言っても、まあね。と言ってもクリティカル率 50% なのだけど。コンプリート。あ、コンプリートなんて出るんだね。活かしてるな。スナイパーライフルはさらに強化してもちょっとな。やはりショットガンの威力かな、やるんだったら。あとはハプーンボルトなんだけど、ハプーンボルト一応最大まで強化しているので、それほど上げた方がいいという感じではないかな。スナイパーライフル多分それほど弾薬出ないと思うし、ハンドガンこれ以上出るかな、謎だよね。マッチは15で十分だとして、このやはりダメージ倍率でショットガンのダメージを上げていこう。そんなに入手できるかどうかはわからないけれど、持っといて損はないだろう。ピストルよりはボス戦で結構使うと思うからな。ピストルを逆に雑魚戦で有効活用していく感じでやっていけば問題ないだろう。明らかにあのボス戦の後のところを探索していたら何か出ていたはずだから、それを素通りしてしまったってのが怖いところだよね。どこに戻るかな。あ、下の方に降りる前に気絶したと言ってよ、バーニー。 Are you all right? 大丈夫ですか。いいえ、大丈夫ではありません。下に降りた後だ、これ下に降りた後は気に入らねえ。さて、といった感じで今回一旦終了とさせていただきたいかと思います。ちょっと短いような気がする。死んでないから物足りねえな。前回大量に死んだからね。いや、あの先ほどのボス戦で死ぬと思ったんですけどね、死なかったよ。なんてこったい。こいつは今日は雪かな。この前雪降ったばっかだけどね。さて、という感じで今回一旦終了とさせていただきます。また次回でお会いしましょう。ホビドワでした。ショットガンの弾がなくなっちまったよ。